所、故障に。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は久しぶりに私の前髪が変わりました。ちょっと昨日のなんだっけ、何の動画あれ忘れちゃったけど、いつも動画撮る前に髪の毛セットしてるんですよ。負けすぎたのか失敗して、なんか眉毛が繋がってるように見えて、コメントで両津くん吉だとかカモメがいるあったんです。うるさい。そのコメントを見た瞬間に、あ、もうそろそろ私は髪の毛を切らなきゃいけないんだなって思ったんです。動画を編集し終わって私は美容室に行きました。ではお見せしましょう。よし、私の頭のこのモザイクを魔法で取りますよ。いやー、どうでしょうか。あれなんかね、この上にライトがテリテリに直接当たってるんで、なんかテカテカしてカツラっぽいんですけども、そんなないですよ。ちゃんとしてますよ。じゃあ、証明しましょう。撮ろうか。ビューティープラスで。これ漏れるからいいんですよね。いくよ。あ、これ動画だ。動画だ。これなんでこんなに目が大きく映んの？設定かな？不自然。違和感しかない。どっちがいいですか？漏れてる方と。こっちの漏れないカメラで、髪の毛そんなテカってないでしょ。まあいいんですよ、こんなことは。私は久しぶりに髪の毛を切ったので、まあ、元男の子あるある前髪編話しましょうか。私が今女子になって、まあ、5年ぐらい経っているんですけども、この前髪の歴史は長いんですよ。最近ちょっと薄めにはしたんですけど、今まで結構重めのパッツン。で、なんで私が重めのパッツン、まあ、前髪ありスタイルが好きかっていうと、要はアラを隠せるんですよ。あとは単純にまあ好きっていうのもあるんですけども、まあ、元男の子さんって結構おでこにコンプレックスある方多いと思うんですよ。女性って丸みを帯びるじゃないですか。男性は少しこう平らなんですよね。私もそれすごい気にしてて、ずっとこういう感じなんですけども、私が21の頃、新宿の歌舞伎町のクラブメモリっていう飲み屋さんで働いてたんですね。ホステスですよ。そこはまあニューハーフクラブ、いわゆる。そこのお店のママがよく言ってたのを覚えてるんですけど、前髪を作るのやめなさいって。女にせっかくなったんだったら、ワンレンって言うんですか？もう本当に前髪を作らずに流しなさい。だからしょっちゅうね、ママに、あんたこの前髪どうにかなんないの？みたいなこと言われてたんですよ。で、先輩にも、何、カノン、おでこ恥ずかしいの？恥ずかしいですよ。見せたくないもん。毎日のようにママとか先輩にそういうこと言われてたから、あ、もうこれ伸ばすしかねえなーってなって、一時期結構ね、がっつりおでこ見せてた時期があるんですよ。その時は、おでこを見せると意外と自分、いけんじゃないみたいな。まあ、飲み屋時代の後半はほとんどもう前髪をペロンってこう流してね、やってたから、結構イケイケな見た目をしてたんです。お店を辞めたのが2014年の3月ぐらいなんですけども、まあ、そっから前髪をまた復活させたみたいな。YouTube の動画投稿初期時代ですよね。もうその頃はもう常にこういう感じ。あの時はもう少し重かったですけどね。今みたいにこう、ちょっと透けているような感じではなくて。結構周りの先輩とかも、おでこにヒアルロン酸とか入れて丸みをつけるんですよ。で、私、どうやってああやってやってんのかなみたいな。だって、おでこってすぐ皮をめくったら、もう骨じゃん。どうやってあそこに注射で丸みをつけるの？あの、怖いんですよね。私やろうと思わない。今まで私も結構ヒアルロン酸注射みたいな、まあ、プチ整形ですもんね。やってきたんです。でもそのプチ整形っていうのは、いずれなくなっちゃうんですよ。体に吸収されて。だから今は、プチ整形してないことやってるから。顎に私は入れたんですよ。それはね、なんか余計に顎長くなっちゃって、元から長いのに、おもながが余計に強調されて、もうひどかったですよ。早く吸収されら！だいたいこう入れたヒアルロン酸って半年か3ヶ月ぐらいの間で吸収されてなくなるから、もう早くが流れー！で、まあ、今こう、顎がなくなって、まあ、これが普通の元々のフォルムですよ。でもまだ長いから、まあ、そこもコンプレックスっちゃコンプレックスなんですけども、整形についてみんなってどう考えるんですかね。もうだって私は体をもういじっちゃってますから、そもそもが。下半身、男性器取っちゃってるし、整形してんだったらもう整形しちゃっていいんじゃないのっていうスタンスの考え。もうしないですけども、そういう考えを持ってるんですよ。結構、OK派。否定派ではなくて。整形ってどんどん沼にはまっていくんですよ。結構周りにいた人もそうで、一回どっかいじり出すと、もうどんどんこう、ヒートアップしていくんですよ。あ、ここもいじりたくなった。あ、じゃあ、こっちもバランス取るために、ちょっといじろうみたいな。目を大きくしたら、他の部分が目立つようになるから、そっち削ってみようかとか。なんかそういう風になっていく人が多いから、まあ、そこが自分でどうバランス取るかですよね。
結構みんながそうやってやってる分、私はもう前髪にね、命をかけて、もうひたすら顎がね、あ、違う顎じゃないわ。おでこがごつい部分を隠すために必死なんです。他の人と比べたら私は前髪カットだけに行く美容院代はかかってるかもしれない。1ヶ月に2回とか3回行くんですよ。おかしいでしょ、だって。そう考えると私はまだ可愛いもんですよ。よく言われるのは、なんでこんな動きすんのみたいな。かのんちゃんって手の動き不可解だよねみたいな。あとは歯の矯正も私して、今こういう歯並びになったんですけども、それまですごい歯が出てたんですよ。出てたっていうよりかは歯茎そのものが前に出てたんですよ。出っ歯の人ってこうじゃないですか。私の前こうではなくてこうなんですよ。歯茎ごとこうなんか動かすみたいな必要あってやったんです。だからそれまでは口閉じれなかった。なんか常になんかいや、お父さんにお前いつも口開けてるから歯がどんどんこう前に出てだらしない顔してんだろみたいな、口閉じる努力しろって言われてたので、私は閉じれねえって言ってんだろってね、私は言ってたんです。閉じれないんですよ。閉じたくても歯茎が邪魔して閉じれない。いい時代だなと思います。そんな感じで今回は以上です。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、サブチャンネル青吉の秘密箱もバシバシ更新しておりますので、画面の下からフォローしてね。また次の動画でお会いしましょう。いいでしょ、この前髪。似合ってるでしょ。バイバイ。でも結構 J 君有名だよね。うん。地元だったら、うちらの地元では。ママ吉。有名だよね、J 君。うん。結構有名じゃない。だよね。まあ、その、J 君なんだけど。うん。うちの、クラスメイトなの、小学校の時の。うん、もうずっとだから幼馴染やの、うん、で、そのお兄ちゃんがいるの、 J 君には。 J 君兄貴がいて、うん、うちより確か7つぐらい離れてるのかな、うん、だから遊びに家に行くとなんかいるのよ、うん、なんかこうスマッシュブラザーズとかやって、うん、うちら小学生なのにこうやって、うん、なんか遊びたいなーって、その J 君でのゲームキューブで遊びたいなっていうのに、J 君兄貴がなんかずっと居座って、なんだこいつみたいな感じで、うちら小学校の時思ってたの。うん、で、だったらもう、なんか外遊びに行くみたいな。で、そっから、あんまり家で遊ばなくなって、うん、結構その、児童館みたいなの行くの、うん。小学校の横に児童館があって、結構地元の子たちが放課後とか来るの。うん、なんかみんな漫画読んだりとか。うん、で、地下にプレイルームっていうのがあるな、ね。なんか運動場体育館みたいな、うん。あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん。あるね。で、そこでうちらの地元の遊びの、天下っていうのをね、うん、よくやったの、うちら。うん、なんだろう。天下、ドッジボールか。3歩まで歩いてよくて。そう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 。3歩以内にボールを投げて、誰かにぶつけなきゃ、うん。そうそう。要はもう、まあ、ドッジボールみたいなもんなんだけどさ、うん、まあ、小学生だったら結構みんなさ、熱中すんじゃん、ドッジボールに。うん、で、うちら小6の時もまで結構やってたのよ。うん、ドッジボール。うん、そしたらたまにさ、なんか、大学生ぐらいになったさ、J 君兄貴がさ、来るのね、うん。で、それってさ、やばいじゃん。わかるでしょ、やばい、ね。芋吉もさ、だって小学校の時さ、うん、児童館行った時、J 君兄貴いたんでしょ。いたよ。ギター弾いてた。やばいっしょ。漫画コーナーで4人ぐらいの小学生相手にギター弾いてた。たまにプレイルームとか来てた。いや、でこれね、言葉悪いけどね、ちょっとやばい、やばいよね。やばい。で、うちらの地元の中ではもうやばいやつみたいな、ジェイクの兄貴やばいよねみたいな。だって結構伝説だったもん、あの、なんか大学生になるまでお母さんと寝るとき、あの、ママお休み、チューって言って、キスするみたいな。うん、有名っしょ、その話。結構有名だよね。有名だよね。うん。やばかった、だって、うち、だから、やっぱ、7つも離れてるからさ、小学校6年生の12歳のうちらとさ、うん、大学生の19歳のさ、J 君兄貴とはさ、パワーが違うわけよ。うん。で、うちら、ドッジボール、まあ、ドッジボールやってんのにさ、うん、J 君兄貴乱入してきた途端さ、もう怖くてさ、やばかったよね。だって、みんな普通に投げんじゃん。うん、もうなんか、パーンって普通に片手で取るような勢いなの。うん、
で、なんかいきなり、なんかジャンピングスローを始めて。一回壁を蹴って空中に歪んだ瞬間になんか投げてきて、小学生のうちらは全く歯が立たないっていう現象が、しょっちゅう起きてたよね。ジーク兄貴やべえ。ジャンピングスロー今でもうち、記憶残ってるよ。壁蹴って、うん。で、正面向いて空中から、投げてくんの、大学生が。やば、怖っ。だって普通に小学校3年生とかもいるからさ。うん。その子たちに容赦なく全力投げてて、俺かっけーみたいな感じで空気から出してから、うん、こいつやべえなっていうのはずっと思ってた。